NZDJPI ね。これがいいんじゃないかというね。これ下からこう上に抜けるような感じじゃないかな、これね。これはまだ上がりそうな感じするとかね。何やってたってな。猫ちゃんとね。分かったね。分かったね。1個で上がりきるのはちょっと難しいから、2個でね、8分ぐらいね。これダメなんだね。よし、これで抜けたんだね。よし、いいぞ。下のひげはすごいもんね。大体今までにね、チャラにしたことはあるけれども、
前進してるね。だから、こういう、まあ、僕が取ってる通りに打てば、どんどん稼げますね。誤解してないので、ひどく負けて、チャラまでしちゃったっていうのはあるんですよね。誤解してないのでね。そういうのはある。研究でね。猫にシャワー浴びさせないといけないから、ちょっと大変なんですよ、これから。キャン、シャワー待ってね、まだよ。さ、あと30分ぐらいよ。楽しみね、キャン、シャワー。まあね、この黄色の平均誘導線に RSI のこの白さんね、が越したとき、こう越しそうなときというところがチャンスなんだよね。で、一番いいんだから、ボリンジャーバンドの1.5、2でですね、上回って帰ってきたのが一番いいんだよ、中心に対してね。すごく効きますね。これすごくいいもんね。幅が余裕があってね。勝ちましたね。勝ちましたよ。という具合でね、いいコンディションだよね。